も達夫です。韓国に行ってきました。今回はレンタカーでソウルから釜山、さらにクヨンボに上がり帰りは別ルートで、現地のご当地グルメや韓国ドラマのロケ地を爆走、爆笑のドライブしてきました。レンタカードライブに必要な情報や高速道路の走り方もわかる範囲でお伝えします。最後まで楽しんでね。2023年5月10日現在では、韓国入国にはコロナ前と変わりませんので、パスポートと航空チケットがあれば可能です。健康状態質問書はその場で書いても、Qコードアプリでも大丈夫でした。そして移動には Google マップだと電車とバスの移動経路は出てきますが、歩いての経路や車移動の道のりは出ません。おすすめはネイバーマップ。これだと目的地入力してドライブできました。オービスの場所も教えてくれます。それとはおカードが便利です。ソウルだと主要駅ですぐ作れます。クレジットカードのように使え、円でチャージもウォン両替もできて、交通系にチャージもできます。必要なことはリンク貼っておきますので、リンクから調べてくださいね。到着初日、ホテルはイテオン深夜でしたが、近くのレストランで、豚骨肉とエビのお料理、美味しかったけど激辛でした。しょうもないこと、すな。綺麗なお庭でした。ブラボー。韓国のお友達とカンナムのこちらで、ユッケビビンバと冷麺。このお店はミシュラン掲載店です。ごちそうさまでした。カンナムの名店、チンミ、ジョンヤン冷麺、というお店です。冷麺はもちろん、餃子、煮豚、も美味しかったです。イテオンは、ハロウィン事件以来、少し人手が少ないそうです。でも爆音で深夜まで音楽がすごい。深夜、でもバスやタクシーは動いていますが、イテオンから、トンデモン、まで、歩いてみました。70分ぐらいかかりました。歩いた道のりは、こんな感じ。深夜、3時、のトンデモンです。たくさんの人が仕入れをしています。ものすごいパワーを感じます。朝4時のレストランも、大盛況で賑わっています。コムタン、と。スンドウフチゲ、美味しかったです。今日から、レンタカーでスタート。ソウルは車多いです。気をつけて、走行車線、右、左、逆なので慎重に。それと韓国では、赤信号でも、右折は、止まりません。クラクションもよく鳴らします。気にせずに。レンタカーは、インターネット予約した会社の住所に、タクシーで行き手続きも簡単です。パスポート、と。国際免許提示だけでした。ネイバーマップを使え、と、ここでも言われました。安全運転で無事到着。楽しくなってきた。わあ、この調理場はドラマで見たの、覚えてる。韓国ドラマ、チャンズムの機械、や、トニー、など撮影されたテーマパークです。日本の、うずまさ、映画村、のようなところですね。チャングムたちが料理していた、調理場に、感動しました。この人と記念撮影もしました。チューナー。前州は、歴史的に重要な都市であり、伊氏、朝鮮時代には、その一部が首都として機能していました。その結果、前州は韓国の伝統文化と歴史を体験するための重要な観光地となっています。特に有名なのは、前州の伝統的な韓国の家、つまり、ハヌクが集まる前州ハヌク村です。
この村は昔ながらの韓国の生活様式を体験できる場所であり、韓国の伝統的な建築と文化を保存しています。全州はまた美食の都市としても知られています。全州ビビンバは特に有名で、これは様々な野菜、肉、そして卵を混ぜ合わせて作られる韓国の伝統的な料理です。この料理はその色とりどりの見た目と美味しさで有名です。また、全州では夜間でマッコリを提供する。この習慣は全州地方のマッコリ文化を象徴するものともなっており、全州を訪れる観光客にとってはこの風味豊かな伝統的な酒を夜間から注がれるのを楽しみの一つとしています。しかしこの夜間でのマッコリ提供の具体的な発祥については詳細な記録や文献が少ないため、はっきりとしたことは分かっていません。ただ全州の伝統文化の一部として受け継がれてきたことは確かです。マッコリ通りで夜間マッコリーンできました。この豆の炊き込みご飯とエゴマのそば、めちゃくちゃ美味しかった。昨日暴飲暴食しましたが、朝食を食べに商店街に来ました。広い商店街、お店、探してます。少し迷いました。どこかな。今日の朝食はもやしクッパです。ネットフリックスの番組で紹介されていた全州の名店です。商店街の中ですが、ネイバーマップで到着できました。あ、出演していたお兄さんだ。メニューはトッピングでイカ入りが選べます。食べ方も書かれています。飲みすぎた翌日には最高の朝食でした。美味しかった。ごちそうさま。この半熟卵にスープを入れて海苔をちぎり入れて食べる、美味しい、やみつきです。トンヨンに来ました。東映と書いてトンヨンらしいです。週末ですごい人です。駐車場止めるのに苦労しました。釜山の南にある島です。カキやムール貝も有名ですが、季節が終わっていました。市場はすごい活気です。新鮮な魚介にその魚より息の良いおばさんたちのエネルギー。この市場の風景は50年前から変わっていないような気がします。勝手な想像ですが、目が回るほどの活気と魚介のように圧倒されます。見てください。またこの地域の韓国のり巻き、キンパは細くて具が入ってないものが特徴です。南で暖かい地域で漁師の人たちが船の上で食べやすいのと、具がないと腐りにくいということで、細く具の入らないキンパがこの地域のスタイルらしいです。後でキンパも食べに行きます。少し市場の様子をご覧ください。この後アワビとキンパ食べに行きます。ここで少し韓国の高速道路のことを話します。日本の ETC にあたるハイパスが左側にあり、右側に友人の料金所と交通カード専用レーンがあります。僕たちは現金レーンを使用しました。写真貼っときます。翻訳写真もこんな感じです。市場で目が回ったので、とにかく食事に来ました。お店のおばさんにおすすめを聞いたら、アワビのバター焼きでした。このアワビ柔らかくて美味しい。
これが、具のない、キンパです。柔らかく、炊きたてのご飯でした。マシッソよ、美味しかった。エビ餃子も、食べました。ペグロよ、満腹。は韓国でも重要な経済都市であり、港湾都市としても知られています。釜山港は国内外の貨物輸送において重要な役割を果たしており、国際貿易や物流産業が盛んです。また釜山は自動車産業や造船業、製造業などの産業も発展しています。観光、釜山には多くの観光地があります。代表的な観光スポットとしては、海運台、ヘウンデ、ビーチ、公衆広場、国際市場、北釜山観光地区、東国山、トンナム山、などがあります。また、釜山塔、釜山タワー、からは市内の美しい景色を一望することができます。文化と食文化、釜山は韓国の文化的な中心地の一つであり、伝統的な文化や芸術、祭りなどが盛んです。また、海の幸が豊富なことでも知られており、新鮮な海産物を味わうことができます。特に海鮮料理や魚介類が人気であり、海鮮市場で新鮮な魚介類を購入したり、レストランで楽しむことができます。から少し海沿いを北に上がり、日光と書いてイルグアンという町へ来ました。ここに来た目的は海ビビンバです。よく混ぜて韓国海苔で巻いて食べる、美味しいに決まってる。やっぱり美味しい。これ1人前2500円です。旧の龍の裏と書いてクヨンボに来ました。ここの名物として知られているのが、クアネギ、サンマの干し物とヌルフェ、冷たいだしスープと刺身、ご飯を混ぜて食べるもの、そしてカニ。その中のクアネギ、そしてカニの産地として知られているのが、こちらのクヨンボ、九龍浦、港です。全国最大のズワイガニ産地として知られ、2007年度は1552トンの水揚げを誇り、全国1位となっています。カニの水揚げが見られたり、カニの卸売りの競りを見学できたりする韓国の田舎の港町です。元は小さな漁村であったが、1906年頃から香川県小田村、現讃岐市の漁民を中心に日本人の移住が始まった。当時の瀬戸内海は漁民間の漁業権争いが激しく、新たな漁場を求めてのことだった。九龍浦周辺は良好な漁場であり、網を投じると引き上げる際に網を切り離さないと重さで船が転覆するほどであったという。当時の日本人たちは当地を九龍と呼び、漁場は活況を呈し、日本人町は大いに発展した。椿の花咲く頃は、韓国 KBS で2019年9月18日、1から11月21日まで放送されたロマンチックラブサスペンスコメディドラマ。日本では2019年にネットフリックスにて配信された。全20話、最高視聴率は最終回の 23.8%。地上波ドラマとして2019年史上最高の大ヒットドラマであった。その年の KBS 演技大賞では、出演のコンロジンが大賞を受賞するなど、12冠の栄誉に輝いた。やっぱり、ここまで来たら、カニ、食べないとねー。ズワイガニは茶色や灰色を基調とした栄養しており、甲羅、カニの殻は比較的平たく、やや丸みを帯びています。
ベニズワイガニは赤みのある色をしており、甲羅はより赤みがかっています。そのためベニという名前が付けられています。ズワイガニとベニズワイガニが水槽にたくさんいました。英語で丁寧に説明してくれました。ズワイガニが高価ですが、おすすめされたのでズワイガニにしました。ベニズワイガニも一つサービスでくれました。カムサービダ。海ビビンバ食べたのに、美味しすぎて、紙2杯と、海苔雑炊、まで食べました。クヨンボ、最高、さらねよう。ここが美味しいとこね。この、クヨンボの、クヨンボの入り口の、ここは、カニがものすごく美味しい。ワンジョンマシッソよ。ワンジョンマシッソよ。レボロチュケッタ。ということで、移動します。ここはもう一度来たいですね。慶州、キョンジュは、大韓民国、韓国の慶尚北道に位置する都市であり、韓国の歴史的文化的な重要都市の一つです。慶州は、古代の高句麗時代からの歴史を持ち、多くの歴史的な遺跡や文化財が存在しています。慶州は、高句麗の首都であり、当時の遺跡や文化財が数多く残されています。その中でも有名なのが、慶州国立博物館です。ここでは、高句麗時代の遺物や文化遺産を展示しており、高句麗の歴史や文化について学ぶことができます。また、慶州には、慶州航海道右洋、キョンジュファンガイトワンヨンという世界遺産もあります。これは、高句麗の王である航海道右の墓であり、高句麗時代の王墓の中でも最も大規模なものです。墓の周辺には美しい風景や自然環境が広がっており、観光名所として人気です。さらに、慶州には、慶州文化財保護区域もあります。この地域には多くの寺院や仏教遺跡があり、仏教文化の中心地としても知られています。代表的な寺院には、東国寺、トンググサ、や、海運大寺、ヘウンデサ、などがあります。これらの寺院は、美しい建築や仏教の修行場として知られており、多くの人々が訪れています。また、慶州は自然景観も魅力の一つです。韓国の車のほとんどが全面スモークです。夜は見えづらいので、運転は気をつけてください。韓国第3の町テグに来ました。こちらは韓国の牛肉韓牛が有名ですので、今晩のディナーは韓牛の焼肉です。メッチハンビョンビール1本サービスしてくれました。ごまごよ。とても、美味しかったです。黒毛和牛に負けてませんね。チャイもごすみだテグはカフェも有名ですので、朝からおしゃれなカフェでお茶しました。車で食べるキンパも購入。さあ張り切ってドライブスタート。プンサンはケジャン、ワタリカニが有名ですので、ワタリカニを食べに行きます。メニューをアプリで翻訳すると、 B セットがケジャン、ワタリカニが充実していましたので B セット注文。ケジャンの鍋もついてました。ケジャンは指で押すとカニの身がたっぷり出てきました。思わずかぶりつき、幸せたまりませんね。
ここの、ケジャンは、カンジャンケジャン、醤油漬け、と、ヤンニョムケジャン、甘辛ソース漬け、の2種類出てきました。10匹食べたい美味しさでした。お腹いっぱいになったので、フンさんの島にドライブ、近くの島にすごく長い海の上に埋め立てた道と橋が3本もかかっています。見た感じで20キロぐらいの長さが3本、すごすぎる、ので、走りに行きます。ゴー、ゴーゴー。素晴らしい景色と快適ドライブ、でした。トイレ行こうと思ったら、こんなところでお菓子、今回の韓国旅行で一番勉強になったのは、この売り場、原料調達には効率が良いと思います。知らんけど、今回の韓国旅行で一番の驚きは、このトラック、この木を積んでここまでどうやってきたのか、この後どこまで行くのか、曲がり角はどう曲がるのか、とにかく信じられないです。ミラクル、テイハミング。ソウルに帰ってきました。ミョンドンです。ミョンドンはすごい人です。コロナ前に戻ってますね。マンセイ。長い動画でしたが、最後までご視聴ありがとうございました。感謝します。僕たちでわかることはお答えしますので、ご質問くださいね。また新しい情報あれば、教えてくださいね。サランヘヨ、カムサアミダ。